夢を見ていた。桶狭間での武威は信長の名を世に知らしめた。波動をなすなどとくだらぬことは言わぬ。だがこの戦国乱世は武の力により開かれた。力が開きし戦国乱世はより強大な力によりねじ伏せられるべき。ゆえに信長は天下に武を敷くと宣ずる。それが世の望み、そしてこの信長の望みだ。秀吉、は家康、は光秀、は勝家、は忠勝、はここにわしは信長たるゆえんをなさんがため、武田を討ち滅ぼし、この長篠に再び武を敷く。全軍開幕だ。板振り、名振り、そして武田のすべてを目から絶やせ。濃姫は織田信長の妻である。影のように常に信長の傍らにあった。信長は桶狭間における今川撃破を皮切りに、圧倒的な武威で戦国を凌駕しつつあった。対して信長の求心を疎む旧勢力は同盟し、信長を包囲殲滅戦とした。反信長同盟の巨頭武田勝頼は戦国最強と謳われた武田騎馬軍団を率い、長篠の地で信長を馬蹄に蹂躙せんとする。まさに比企だが、濃姫は信長の隣にあった。私の全てはあの人のものであれば、父であろう。第一話、長篠の戦い。どこまで男。長篠にて古き世は終わりを告げる。その様しかと目に焼き付けておく。撃て。おのれ、進め。銃撃の隙をつけ。滅亡へ。もののふの意地、ここで見せる。いざ戦わん。こうなら立ち上がるのもできるのHa!
Thank you.
それでこそ魔王が妻ぞ。あのある武士とお見受けいたせ。そして無名を進め、武田を無に帰すのだ。もはや武田の戦いの道はない。ならば最後に武田の道を見せよう。あんたにかけてここで一矢報いてみせる。武田は真田が守る。貫くべきものがある。お見事！
えねえ。歴史を私の前にひれ伏した多くの武士が言った。もはや戦に我が血は触るまい。落ちてみない。